はい、ということで、はい、1軒目食べ終わりましたけど、めっちゃうまかったね。めっちゃうまいでしょ。びっくりした。そうだったあれ。さすがグルメな健太だなと思った。あのなんか正直ちょっとお店入った時、うん、大丈夫と思ったの。ちょっと古い感じだったじゃん。ちょっと、ね、歴史を感じたから。で、日本のああいう歴史があるお店って場所によってあんまり美味しくないじゃん。正直ね。そうだから、でもちょっとちゃんと美味しかったから、あ、さすがだな健太さんと思いました。もうちゃんとリサーチしてるんで。さすがでございます、はい、美味しかったよ。このプロの餃子美味しかった美味しかった、うん、美味しかった。なんかチンジャオロース、チンジャオロースなんだね。チンジャオロースなんだね。あのピーマンも入ってたでしょ。あ、入ってた入ってた入ってた。食った瞬間にチンジャオロースだ。あ、さすがだね。ボリューミーだった。なるほどね。いや、結構ぶっちゃけ俺はお腹いっぱいになったわ。あ、マジで、うん、マジで。でもまだ1軒目1軒目ですよね。まだまだ12時ぐらいだ。どういうことどういうこと。まだまだ12時、はい、ランチ時なので、じゃあもう1軒行きましょう。ちょっと待って、今のランチじゃない。違う違う違う、今ランチじゃない。これはブランチ。朝飯券だったんだ。そうそうそう。あ、じゃあもう一軒なんか、まあでも健太がせっかく調べてくれてんだったら、まあじゃあせっかくだから。久々の日本でしょ。そうだね。じゃあもう行きましょう。そうだね。うん、今日そこは行きたいと思う。うん、じゃあ行ってみましょう。続いて健太さんがたかしを連れて行こうとしているお店にある特別な食べ物は、台湾には存在しないものなんだそうです。そんな特別な料理を求め、2人は JR 秋葉原駅に向かいます。JR 山手線に乗ってしまえば、秋葉原駅から恵比寿駅までは乗り換えなしで一本で行けちゃいますよ。東京の電車は本当に複雑で、日本人ですらたまに迷います。でも便利なのは間違いないんですよね。ちなみに続いてのお店は JR 恵比寿駅から歩いてすぐの場所に位置しているようです。さあ、一体どんな料理なのでしょうか。グルメな健太さんおすすめですから、美味しいこと間違いなしですね。テレビに着きましたよ。どうですか、この店。めっちゃおしゃれじゃん。でしょ。何ここに俺にデートが連れてきたの。恵比寿だ。おしゃれ。おしゃれ。恵比寿イコールおしゃれみたいなのあるでしょ。ちょっと健太に似つかわしいけど、あんまり大丈夫かな。似つかわしくない。似つかわしくない。大丈夫。俺ら男2人大丈夫。お金はギリギリ足ります。ありがとうございます。ここに何があるの。ここはね、はい、ここはね、言っちゃっていいの。来てからもいいんじゃない。あ、確かに。物を見てからちょっと待ちましょうか。うん、今こそこそ頼んでたんですよ、店員さんとね。何かそれちょっと僕には見せてくれなかったんで、ちょっと楽しみに出てきたらびっくりすると思うね。じゃあこれいいよ、見てこれ。すごいじゃん。これ恵比寿の緑茶ってこういうもんだから。皆さん、恵比寿の緑茶ってこういうもんだから言ったなお前。本当だな。すいません。台湾の全国放送です。すいません。恵比寿が来たらこのぐらいの濃度で出ますよ。出ます。ちょっと食事を楽しみに。え、まだ食べるんだと思ったらもうデザートだったんですね。これはクリームですかね。一体何のデザートなんでしょうか。どうよ、何なのこれ。どうよ、何なのこれ。何なのこれ。食べてみたら分かります。大量のクリームに揺らすとプルプル揺れるので、はじめプリンかと思ったけど、クリームの上にブラックペッパーらしきものが乗っているので甘いものではなさそう。想像が全くつかないので一口食べてみることに。どうなんだろう。生クリームに味はどうですか。じゃがいもか。おお、じゃがいものテイストだ。そうそうそう、めちゃめちゃ美味しい。さすがたかし。え、何、ケーキとか。たかし部長、ん、ケーキとかじゃない。ケーキじゃないです。なんか下に入ってんの。ケーキじゃないです。何これ。あ、見て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 。おお、正解。そう、カレーうどんです。何これ。がっつり言っちゃってください。これ一緒に食べるってことだよね。そうです。何ですかこれ。生クリームの下にカレーうどんが入ってますよ。この組み合わせ一体どんな味なんでしょう。私も一口試してみたいな。なるほど。でしょ。最初カレーうどんすごいするんだけど、後からこのジャガイモのペーストがなんだろう、とろけるかな。うどんの厚さでこうとろけるの、なんだろう、ペーストがまたさらになんか歯ごたえがあるというか、うん、口当たりがすごい、すっごい美味しいでしょ、うん、それもっと混ぜて食べてみたら。あ、なんか簡単に溶けちゃう。見て、簡単に溶けちゃう。すごいトロトロですね、うん、うわ
かもカレーうどんもマイルド。どう？うめえな。マジでうまい。ちょっと店内の音楽に合わせたよね。本当に本当にマジでうまいんだけど、うん、こんなおしゃれなお店、女の子が来た。なんで健太なの？高橋部長、久しぶりの健太さんとの時間なんですから、そんな愚痴こぼさないでしっかり楽しんでくださいよ。健太さんがかわいそうだよ。あーめちゃくちゃいい匂いする。すっげえいい香り。なんかね、香りだけだとちょっとチーズっぽい香りがする。早速いただきます。健太さんも今回初めて食べるそうなんです。そのお味は？うまっ。この生クリームとじゃがいものピューレが白い部分なんですけど、これがカレールーと合わさって、なんていうか超濃厚なハーモニーになってる、やばいね。めっちゃ合うよ、ね、めっちゃ合う。これが合わさるとちょっとチーズっぽくなるのかな。あーそういうことか、うん、確かに超美味しい。これでも汁まで飲みます。うん、これもちょっと違う。いるんですよ。しょうがないな。ちなみにケント、これ隣のこれは何？これね、トマトの炊き込みご飯です。やばー、マジかよ。やばくない？これ俺日本でも初めて見たよ。うん、美味しそう。ちょっとぜひですね、うん、台湾にね、なくないですか？炊き込みご飯大好き。トマトをご飯に入れるっていう。確かに。私も初めて見たトマトの炊き込みご飯。炊き込みご飯にトマトって合うのでしょうか？健太さん、教えて。なんか新しい。あ、そうなんだ。うん、あ、合うわ。トマトの味が強い。うん、最初トマトが強い、ガンって、うん、その後はこのフライドオニオン、あ、いい感じで昇華して、なるほど、ちょっと洋食っぽくなる。あ、だから音楽これなんだ。あ、そういうことね。さっきからこの音楽引っ張られそうになるんだよね。これのためにこの音楽を出してそう、ここなるなるようにね。こういう感じになるんだよね。なるほどね。なんかご飯も味がついてる感じしますね。そう、ご飯もいただきます。うん、ご飯はっきりしてる、うん、今ご飯はっきりしててトマトの素材の味が生きてる、うんうんうん、このご飯があるからトマトの味がしっかり出てた気がする。あれ、もしかしてこれかけて食べるのも美味しいかもしれない。確かに。やってみる。ちょっとこの上のこれだけね、うん、いいね。わ、いいね。美味しいじゃん、これ。やばい、見て、これもう別の料理じゃん、ね、3品目じゃん。もしかしたらシェフに怒られるかもしれない。勝手に勝手にやってるかもしれないよね。本当にちょっと取れない。いっちゃいます。果たしてそのお味はいかに？どう？あ、ごめん、これ違う。大変失礼だしました。皆さんこれやめてください。大変失礼だしました。トマトの味とカレーの味が喧嘩してる。これね、ちょっともったいない。これ食べるけど。まだすぐで手が震えてんだけど。これはね、本当にやめた方がいい。あ、もったいない。もったいない。別々で食べてください。私も期待しちゃったじゃないですか。するとここで健太さんがあるものを発見。お、宝物見つけました。何これ？牛すじじゃない？これやばい。わ、もう見る感じにトロトロなんですけど、うん、いっちゃいます。それは美味しいこと間違いないでしょう。どうなの？飲める飲める肉飲める、とろける、うん、お、噛まなくてなくなっちゃった。いや、そう、筋の部分で超しっかり煮込まれてるから、あ、トロフワーっていう、あ、トロフワーマスク、あーってなるよね。いったね、最高です。大丈夫、全国ね、今俺も言った後全国放送ピー入れてる、ピー入れてる。世にも不思議な白いカレーうどん、台湾の皆さん、次日本に来た際は絶対行ってみてくださいね。ちなみにこちらのお店は JR 恵比寿駅の西口から徒歩2分の場所に位置しています。駅近なので迷わずに行けると思いますよ。わあ、主人公だ、好快哦。
看完我们节目还喜欢吗？喜欢的朋友请记得订阅高新威斯 YouTube 频道，并开启小铃铛，才不会错过台湾好资讯节目的最新通知哦。也欢迎在底下留言告诉我你们看完节目的感想哦。还有，如果还没有 follow 比克利台湾台湾好资讯的朋友们，请扫描一下 QR code 到我们粉丝团来按个赞哦，赞赞啊赞啊赞赞，可以的，加油啊，拜拜。